こんにちは。はこんにちは。い、本日は、フラ講師でホロスコープリーディングをされていらっしゃいます、平間彩さんのお話をお伺いしたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですが、どのような夢やビジョンをお持ちかについて教えていただけますか？はい、私の夢というかビジョンはですね、一人一人が自然とつながって自分らしく生きること、それを伝えていきたいと思います。素敵ですね。はい。一人一人が自然とつながって自分らしく生きるということですね。はい。そしたらそれを具現化するために、どんな目標や計画を立てていらっしゃるんでしょうか？私は今仕事としてはハワイのですね、フラはダい。ンスを伝えていることと、あとは、ホロスコープって言って、星座占いって言ったら多分馴染みがあるのかなって思いますけども、はい。占いを超えた、自分が持って生まれた星たちを読むことで、それって自分の、運命って言ったら大げさかな、そういうものを知っていって、自分は自分でいいんだっていうことを、目で見て納得してもらう感じ。あとは、フラから言ったら、フラはね、踊ることって思われがちなんですけど、ハワイの人たちって、フラをすることで自然とつながったり、逆に自然や生活があるからフラができたんですね。っていうことは、フラの中に私たちが生きていく答えが実は隠されてるんですよ。それが、よく言うアロハだったりとか、アロハスピリットだったりとかって、聞いたはい。こと多分あると思うんですそうけですど、ね。はい。自然とつながって生きるっていうことなんですね。自然の中っていろんな答えあると思いませんか？そうですね。もうたくさんありますよね。そうなんですよ。なんか私、この間、雨粒じゃないですね。雪が、もう私住んでるところは北国なので、はい。雪が降って、それで、雪がね、お昼頃に溶けたんですけど、なんかただ眺めてるだけでも問題解決ってするんだなとかって思って見てたら、なんか太陽って自分の中の強さだったりとか、そういうことに置き換えられたりとか、なんかいろいろ視点を変えてみると、すごいいろんな答えがあるなって思って。感動したばっかりです。自然っていうのが、結構キーワードであ るんですそう。ね。そうするとですね、その目標計画に対して、現在どのような活動指針を持って、どんな基本活動をしていらっしゃるんでしょうか？私はさっきも、お知らせした通り、フラ講師であり、ホロスコープリーディング、をしています。で、私の持っているツールはその2つなんですけども、私が言葉として伝えやすいツールがこの2つであったっていうこともあって、そちらをどんどん深めていきたいなと思っています。で、具体的には、フラの方は、ハワイの先生やいろいろな先生とつながって、いろいろな知識を身につけたり、技術を身につけたりすることです。そして自分としては、その身につけたものを一人でも多くの方に伝えたいっていう目標があるので、それは老若男女問わず、ちっちゃい子供にも伝えたいので、表現方法とか、あとは伝える語彙力っていうんですか、難しいことをどう簡単に伝えたらいいかっていうのを、日々本当にレッスンのたびに考えるんですよ。歯がゆい思いもしてね。考えてます。それを深めようと思っています。あとはホロスコープの方では、もっともっと深く読めるようになって、やっぱりそっちも言葉ですよね。伝えるために言葉って不可欠だなって思います。最終的にはそこなのかなって考えてます。そうなんですね。そうするとですね、
そもそものところになるんですが、その夢、ビジョンをですね、持たれるようになったきっかけは、何なんでしょうか。そこにはどんな出会い発見があったんでしょうか。そうですね。遡ってだんだん行くと、近というわけじゃないですけど、今から約20年ぐらい前に、はい。私、ハワイに一人旅したんですね。はい。それ、まあ、40日ぐらいだったんですけど、まあ、たった40日って言えばたった40日なんですけど、その前まで行ってたハワイ旅行と比べたら、画期的にもう自分で変えたことがあって、お買い物天国を楽しまないっていうことだったんですよ。まあ、いわゆるブランド品とか、だんだん興味も薄くなっていた年代でもあるんですけど、ハワイの自然を感じようと思って、ハワイのお友達にもね、いろんなところを案内してもらって、大自然って言えるのかどうかよくわかんないけど、あまり作られていないハワイをめちゃくちゃ楽しんだんですね。そしたらね、なんかね、やっぱスピリチュアルアイランドなんですよね。で、いろんなことが、なんだろう、まあミラクルも起こるんだけども、その中で自分の原点に帰る、ゼロに帰るっていうことができた体験でもありました。で、ゼロっていうのは幼少期とか、なんか自分が一番大事にして暮らしてるものっていうのを、シンプルに全部削ぎ落としていけたんですよ。でもまあ20年も経ってまたね、なんかね、付着していくものもあるんですけども、でもその時の体験があったから、だからいつでもシンプルに戻れるっていうのがあります。でもっと言えばもう幼少期なんでしょうけどね、私はもう田舎で育って、何もないところで育って、多分、10年前ですから、情報も今みたいに簡単には手に入らない時代だったんですよね。なので、多分都会の方から比べたら遅れてる。遅れてる。僻地で育ったんです。なので、いつも遊ぶのが自然相手だったり、あとはまあ校庭とかね、洞窟探検とかね、してたんですね。そうなんですね。そうすそんるなとと、ころで多じゃあなんかまさに今お聞きしたいなと思ったところがまさにそこかなと思って、思うんですけど、じゃあ幼少期にね、今つながるかもっておっしゃったんですが、その発見、出会いの背景ですよね。そこにはじゃあ何があったのかについて教えていただけますか？発見、出会い、フラトですはい。か？そうですね。今、夢、ビジョンを持たれていて、自然とつながって自分らしく生きるっていう。で、ハワイにね、行かれて、そのゼロに帰るっていう、それを、経験というか、されたっていう、その背景ですね。その背景にはどんなことが。そうですよね。はい。私がスイッチ押されたのは、きっとそこなんだと思うんですね。小さい頃のその体験、大事なものって、結局、外見じゃなくて内面にあるっていうの？すごいわかりにくいですか？大丈夫です。内面大事で すね。内面にあはい。るっていうので、そういうことかな。そこが多分、ハワイの方々のアロハの精神と、あとは、幼少期に多分、自分が育まれてきた家庭環境だったりが、ちょうど一致したというかマッチングして、それで何かが気持ちの中で、パカンって花開いたんですよね。そしたら人間ってシンプルでいいじゃんって思ったきっかけです。そして、さらに言ったら人間って個々違うよねって。大事なものって一人一人違って、そして自分の中の、まあ魔法の言葉って言ったらなんかちょっと抽象的な言い方ですけど、癒しも違うよね。自分で見つけていくしかないよねっていう、ポワンとした中にも、なんかこう厳しさもあるって言ったら変だけど、
結局自分の足、自分の心が決めるんだなっていうことにも立ち返られました。それが私のハワイ旅行だったりしますね。その内面っていうのは、ちなみにどういうことのイメージなんですか？内面のイメージで内す面か？ 子供の時にこの内面だっていうのを思われたっていうと。そうですね。私、どうなんだろう。家庭環境はそうそう変わったものではなかったと思うんですけど、田舎によくある大家族で。それで、私は兄弟4人なんですけど、3番目だったんです。弟がちょっと年が離れていて、6つ下で。で、上3人がわちゃわちゃとやってた感じなんですね。そこで両親と、あとは、祖母と、それから、祖父はもう他界してたんですけど、祖父のお姉さんっていう人と、なんかわかんないね。大家族ですね。大家族だったんですね。そういうところで暮らしました。そして、一緒に暮らしてた祖父母も、いろいろ教えてくれて、優しかったり厳しかったりもしたんですけど、一緒に暮らしていない、私の母方の祖母が、だいぶ斬新な方で。で、その頃はね、なんかあんまりいるのが当たり前だったし、たまに会うのも当たり前だったから思わなかったんだけど、今そうやって何十年か生きてみたら、祖母の生き方、自由な生き方が、なんかとっても私の中では、きっと、なんて言うんだろう、潜在的に憧れたのかな、いいなって思ってたんだと思います。そして20代ぐらいの時にね、祖父がね、なんか、私多分何も悩んではないと思うんですけど、親戚が集まって、た時かなんかに言った言葉があって、見えない化け物にビクビクするなって言われたんですよ。だからそれって多分お化けじゃないですよね。やってみなきゃわかんないじゃんって。すごく私はそれは鮮明に覚えていたのと、同じ時に祖父の遺言じゃないんですけど、祖父がよく言ってた言葉がねって、おじいちゃんはねって教えてくれたのが、考えるのは体に悪いってよく言ってたって面白いと思いませんか？面白い。その二つが私セットで、すごいですね。それがずっと何十年と、支えじゃないですけど、私の背中をいつも押してくれるものだと思ってます。いやー、すごいですね。なんかもともと日本人って、武士道とか結構根付いてるものだと思うんですけど、なんかそれを本当感じされるような、考えにね、支配されるんじゃなくて、なんかでっかい心っていうのを、なんか今のお話を聞いてすごくなんか感じましたね。本当になんか、たとえ血縁関係でもいい巡り合いだったんだなって思います。祖母は生きてますけど。そうなんですね。そういなんです。やー、でもそういうなんか大きなエネルギーの中で育まれて、で、そこから歩まれる中で、ハワイのそのアロハスピリットとつながって、今の夢を抱くに至ったという、そういうところですね。すごそくうなんです。びっくりですけど、すごくなんかストーリーがつながったなと思ってお聞きしてました。そうなんです。またちょっと改めて聞かせていただきたいところであるんですが、今日はお時間そろそろなので、ここまでにさせていただきたいと思います。今日は素敵なお話を聞かせてくださり、ありがとうございましありがた。とうございました。